今場所の優勝力士はここから生まれる、と予言したのは、元横綱朝青龍。夏場所開催前に、時津風部屋で久しぶりに稽古見学をした朝青龍は、報道陣にこう話したといいます。そして、中でも朝青龍が注目したのは、彼の甥で、現在関脇の豊昇龍と先場所優勝力士の霧馬山です。彼らは、同郷のモンゴル出身という共通点を持つだけでなく、朝青龍の厳しさと情熱を間近で感じてきた力士たちでもあります。朝青龍は、かつて豊昇龍に対して、市内で決王に3発叩いてあげたい。なんだ今日の相撲は。などと、SNS 上で辛辣なメッセージを送っており、そういったプレッシャーから豊昇龍は、もうおじさんの SNS はブロックしました。と発言するなど、その関係性について険悪な関係になっているのではと囁かれていました。しかし、今回の朝青龍の訪日で、二人の関係性に安心するファンの声も多く聞かれました。今回の動画では、そんな朝青龍と豊昇龍が、今後どのような未来を描いているのか、そして、実際に過去にどんなやりとりがあったのかについて、詳しくご説明させていただきます。豊昇龍の SNS ブロック事件。かつてテレビ番組では、豊昇龍が朝青龍の SNS をブロックした事件が話題となりましたが、その背後には、朝青龍から送られる厳しいメッセージが影響しています。例えば、2021年の九州場所で大栄翔との一戦で敗れた豊昇龍について、朝青龍は、市内であいつのケツを2、3発叩いてやりたい。という、追い打ちをかけるような厳しい言葉を投げかけられています。さらに、豊昇龍が立ち合いからの変化で勝利をした日のツイッターには、大関狙ってる奴が変化とかするんじゃねえよ。などと、毎日の相撲を欠かさずチェックして、その感想を投稿し続けていったのです。なお、豊昇龍に対する朝青龍からのプレッシャーは、幕下の頃から存在しており、ついに耐えきれなくなった豊昇龍は、朝青龍の厳しい言葉が目に入らないよう、SNS をすべてブロック対応したのでした。しかしその一方で、入門当初に朝青龍から受けたアドバイスでもある。親方の言うことをしっかり聞け。上に行っても慢心せず稽古しろ。など、かつての自身の反省から漏れ出たようなアドバイスをしっかりと守り、20代前半で三役の地位まで上り詰めたのでした。そして先日、朝青龍が稽古見学に来た際には、豊昇龍は再び指導を受けるなど、二人の関係性はとても良好なものになったと考えられます。つまり豊昇龍が朝青龍をブロックしたのは、恐怖や嫌悪感ではなく、幕内上位へ上がっていく過程で、一時的にそのプレッシャーから逃れ、自分自身の力を試すための対策だったのかもしれません。稽古見学後の予言。朝青龍は、時津風部屋の稽古見学を終えた後、今場所の優勝力士はここから生まれる、と予言を行っています。その発言の真意は、同郷のモンゴル力士、霧馬山と豊昇龍への確固たる信頼にあります。霧馬山は2023年3月場所で初優勝し、現在の相撲界で、大関候補ナンバーワンと言われています。一方の豊昇龍も、現在8場所連続で関脇に在位しており、霧馬山が優勝するまでは、豊昇龍が大関候補としてリードしていました。そして、朝青龍が稽古見学した際に豊昇龍は、各力士との対戦成績を21勝9敗とし、まずまずの成績を残しています。これについては稽古後、おじさんに良いところを見せてやろうと思っていた。いつもの稽古よりも気合を入れた。と語っています。つまり、この稽古での気迫のこもった相撲を見た朝青龍は、次の場所での活躍について確信を持ったと考えられます。一方、朝青龍はかつてから母国モンゴルの力士たちに対する思い入れは強く、期待感からそういった発言をした可能性も捨てきれません。しかし、二人の活躍を予言したのは朝青龍だけではなく、同席していた元横綱の鶴竜も同意見だったという事実があります。当然、霧馬山は鶴竜と同部屋の力士であり、他の力士よりも肩を持つ発言であることは否めませんが、当日の稽古の様子から見て、二人の力量がすでに大関クラスにあることは、疑いようのない事実だと考えられています。豊昇龍の実力。現在、関脇の地位で上位陣と戦う豊昇龍の姿は、現役時代の朝青龍を彷彿とさせるものがあります。そしてその核となるのが、朝青龍譲りの負けん気の強さと、土俵際での粘り腰、と言えるでしょう。なお豊昇龍の負けん気の強さは、相撲ファンを大きく沸かせ、その評価を大きく押し上げています。
豊昇龍は過去のインタビューで、子供の時からとにかくスポーツで身を立てたいという気持ちがあったと語っており、幼少期から豊昇龍の熱い闘志が根底にあることがわかります。そしてその闘志はまさに叔父である朝青龍から受け継いだ最も大切な彼の武器とも言えます。次に土俵際での粘り腰ですが、これは豊昇龍の肉体的な強さと技術の高さが現れています。このあたりはかつてレスリングを経験していたという彼の背景が生きていると考えられます。豊昇龍は相手に背中を見せる局面でも最後まで諦めずに戦う、その姿勢は見る者すべてを魅了します。豊昇龍のこれらの特徴は彼が今後大関、さらには横綱へ昇進する可能性を示しています。現在関脇で4場所連続勝ち越しを果たし、大関候補として名前が挙がっている豊昇龍の進む道は朝青龍の予言通り華々しい未来を予感させます。しかし豊昇龍はまだその道半ばとも言えます。彼が大関昇進を果たすためにはこれまでの勢いを維持しつつも、さらなる技術向上と精神力の強化が求められます。それは朝青龍が叔父として、そして元横綱として豊昇龍に求めていることでしょう。序盤戦を見た朝青龍、2023年5月夏場所が始まり、豊昇龍は3日目に早くも黒星を喫するという苦しいスタートとなりました。そしてこれを受けて朝青龍は SNS にて再度苦言を投稿しています。稽古見学では豊昇龍を手放しで褒めていた朝青龍ですが、なぜこのような矛盾した行動を取ったのでしょう。その理由は一見すると苦言のようにも見える朝青龍の言葉の中に実は強烈なエールが込められており、その効果がとても高いことを知っているからと思われます。具体的には2021年1月場所、朝青龍から客に失礼な相撲を見せるな、この下手くそがと厳しい言葉を受けた豊昇龍は、翌日から一転して驚異の9連勝を飾っています。これは厳しい言葉を投げかけることでその闘争心を引き出していたからと解釈できます。朝青龍は一見すると老いを叱責しているように見えても、その背後には豊昇龍の可能性を最大限に引き出すという熱い思いがあります。今回投稿した内容はヘルメットをかぶりボクシンググローブをした男の人形がパンチをするというもので、メッセージにはパンチパンチと添えられていました。あまりに独特すぎる表現で一般の人には理解しにくい内容となっていますが、これも初黒星を喫した豊昇龍を励ますためのものとも考えられます。老いである豊昇龍には厳しい朝青龍ですが、それにはもっともっと強くなれる、強くなってほしいという期待から来る愛情が伝わってきます。身内だからこそついつい優しく甘やかしてしまいそうになりますが、豊昇龍に期待しているからこそ厳しくなってしまうのでしょう。豊昇龍も3日目に黒星を喫してはしまったものの、霧馬山とともに前半戦で順調に白星を積み重ねています。今後の相撲界をリードすることが期待される若手力士の後半戦の活躍に期待が高まります。親方や他の関係者からも綱を取る日は近いと期待の声も聞かれるようになっており、朝青龍のような気迫のこもった横綱として土俵の上で活躍をする姿を期待せずにはいられません。今回も動画を最後まで見てくださり大変ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。またコメント欄などで皆さんのご意見を聞かせていただけると大変嬉しいです。ご視聴ごっちゃんです。